ちゃうな、左が名残名残が ちゃん、ドライバー編ね。そう、ドライバー編でちょっとあのドライバーだけやたらなんかよくわかんないけど、あの手首使ってめちゃめちゃ振ろうとするからすごい振り遅れて、もう右しか行ってないから、とりあえずそのどこで手を止めるか、なるほど、まあ、止めて振るかっていうのをちょっとやってます。あと3対戦ですよ。今回こういう感じで右足の延長で、そう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 。
ュンって入っちゃうとこうなっちゃうわけ。ああもう参ってるな今の、こっちがね、そうそうそう、左手の方が正面から見えちゃうところなんです。左手の方が正面からもうパッと 見ただけで見えちゃうところなんです。じゃなくて見えない、逆に右手の方が見えるぐらい。体は手にくっついてるから、手を一生懸命こうやったところで体がパッと回っちゃったらもう手はついてきちゃうから、そう、体はこのまんま正面正面で、正面のまんま、私はちょっと自動的に腰が切れちゃうんだけど、ポイントはもういいです。正面打ったら存在ないね。そう、もうね、本当に80代出した動画を見ていただければ分かるんだけど、ブイチほぼ右ってるからね。もうね、ヘッドないから、頭の中に。本当に。今ホワイトはドライバーが、なんだろう、クラブがない状態って感じ。確かにちゃんと動けてるのかもしれないんだけど、体の使い方は悪くはないんだけど、もうクラブがない、もうそもそも。そう、なんで、しっかりクラブで、クラブを使って振るっていうことをまずは頑張ってやりましょう、はい、です。じゃあコースに行ってまいります。おお、いいじゃない、いいじゃん、ポイントポイントを絞ってレースをしていこうかなと思います。なるほど。